萩谷総合公園は大阪府高月市にある都市公園である高月萩谷と略されて呼ばれることが多い公園の総面積は33.98ヘクタールサッカー場があり日本女子サッカーリーグスペランツ FC 大阪高月のホームゲームが行われる他に野球場やテニスコートなどもある野球場では毎年7月上旬にオリックスバファローズ 二軍のウエスタンリーグ公式戦が行われる。全長約40メートルもあるローラー滑り台が2機設置されている。自然が多く森林浴、森林体験や野鳥観察なども楽しめる体験の森、観察の森、蝶の里、小の森などの自然系ゾーンがあり、カエル池では天然記念物になっている森青ガエルも観察することができる。大阪府道115号。 萩谷西五百十千沿いに所在。市営バス利用料金普通自動車1日1時間まで、ごとに100円中型自動車1日1回1000円大型自動車、1日1回2000円利用時間午前7時30分から午後6時まで。ありがとうございます。